高谷宗介は、京都府竹野阿網野町出身のレスリング選手。アルサック所属。現在の階級は 86kg 級。2012年ロンドンオリンピックと2016年、リオデジャネイロオリンピックのオリンピック2大会に 74kg 級で出場しており、2014年レスリング世界選手権では 74kg 級で銀メダルを獲得した。鋭いタックルが武器であり、 タックル王子のニックネームを持つ。小学校低学年次には空手を習ってい,いが、小学校6年時にレスリングを始めた。中学校までは地元の網野町少年レスリング教室に通い、2004年には全国中学生レスリング選手権大会の男子5 9ラム級で優勝した。京都府立網野高等学校入学時は6 6ラム級だったが、 高校2年時に7 4ラム級に転校した。アミの高校在学中の2007年、全日本レスリング選手権大会で準優勝して、一躍注目された。アミの高校卒業後には、拓殖大学に進学し、2008年の北京オリンピックの際には、代表候補となったが、最終予選で敗退して、オリンピック出場は果たせなかった。 2011年の全日本レスリング選手権大会で初優勝。2012年3月にカザフスタンで開催されたロンドンオリンピックアジア予選で準優勝し 74kg 級で本大会の出場権を獲得した。ロンドンオリンピック本大会では初戦敗退だった。2014年の世界選手権7 4ラム級では決勝に進出し決勝では ロシアのデニス・サルグシュに2から8で敗れて、銀メダルを獲得した。3回戦で、ベラルーシの村とガイダロフと対戦し、相手にパンチをされるなどの反則攻撃を受けたものの、4から0で破ったが、準決勝前には、ガイダロフが、高谷の頭に熱湯をかける事件が起こった。ガイダロフは、敗者復活戦でもラフプレーの反則を犯して、反則負けとなり、順位を剥奪された。 それだけにとどまらず、別の試合の判定にも抗議するため、審判席に乗り込んで、世界レスリング連合の事務総長や審判員に、暴行を働くなど傍若無人の態度に打って出た。ガイダロフは2004年のアテネオリンピックにおいても、ブバイササイティエフに敗れた後に殴りかかる事件を起こしていた。日本レスリング協会は、書面で、世界レスリング連合に厳重抗議し、 世界レスリング連合は、ガイダロフに3年間の出場停止処分と、罰金1万スイスフランを課した。2016年3月には、リオデジャネイロオリンピックのアジア予選に、右膝靭帯損傷の怪我を抱えながらも出場して、決勝に進んだことで出場権を獲得することになり、オリンピック代表に決まった。リオデジャネイロオリンピック本大会では7位となった。 2017年世界選手権では、初戦で、アルメニアのグリゴール・グレゴリアンと対戦したが、頭突きを食らったのみならず、脇腹を噛みつかれて反則勝ちとなった。高谷はその後の試合に敗れ、8位となった。2017年にはヒゴリン種目の 79kg 級に転校し、2018年には 86kg 級に転校した。 2021年に開催される2020年、東京オリンピックの出場権を獲得。2021年8月の東京オリンピックでは、初戦でオスマン五戦に敗れ、その後の敗者復活戦に回れなかったため敗退した。実定の高谷大地もレスリング選手である。兄同様に、網野高校から拓殖大学に進学し、2013年、 全日本選抜レスリング選手権で優勝している。ありがとうございます。